私はもう春画を描いておりませんバキバキの目による顔の圧みたいなのがすごくてですね、痛み。せーの、こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のマテチャとレイコです。こんにちは。本日のテーマは矢賀町語ろうです。画像出します。矢賀町最高。私矢賀町大好きなんです大好き芸人。そう、矢賀町大好き芸人やらせていただいてるんですけど韓国の先生ですね、うん、あの本当に発音が間違えてたら申し訳ないんですけど、ビョンダク先生ですかね、うん、あらすじね一応出すんですけど文字がちっちゃくて見えないかもしれない。目をこらえて、うん、はい、じゃあ呼びます。まず引退した春画師ですね、うん、春画師のナミンくん。ナミンくんはこのピンクの可愛い可愛い男の子です。ナミンくんの前に男色家で名家の長男スンホが現れます。スンホさんですね。スンホが現れて男同士の恋を書いたナミンの春画に魅了されたスンホは嫌がる彼を無理やり自分の屋敷に連れて行き自分の情事を描くよう命令する。二度と男同士の絡みは書かないと師匠の前で強く語ったナミンだったんですけれども、権力者のスンホはナミンに絵を描かせようと追い詰め、やがて彼の興味はナミン自身に向けられていくということで春画家のね階級がそんなに高くない男の子と、うん、まあ、階級がすごく上のね男の方のやっぱ身分差のところもあるし体格差もあるし結構刺さる人には刺さります、うん、そう時代物。あ、そう、これ前回私先週ぐらいの放送でもお伝えしたんですけど、矢賀町を読む時のポイントとしてはまあ矢賀町こうやってね読みますよね、こうやってふむふむって、その時は絶対に YouTube とかでその時代ぐらいの BGM を流すっていう昔の韓国 BGM みたいな、なんかそういうのを、そう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 、そういうのを検索してなんか笛とかねふーみたいなBGM を流して矢賀町を読むことで本当に入り込むので、これはぜひね皆さんにおすすめしたいです。スンホさんです。はい、まあ、そうですね、さっきあの紹介にもあったんですけど、まあ、スンホはとりあえず公職家なんですね、うんうん、でもかつその高官のユン一族の長男であるっていう若旦那。若旦那、はい、若旦那って結構呼ばれてますね作中だと。呼ばれてます、呼ばれてます。若旦那戦略界隈のね上位に君臨するような男なんではないかと。結構トップ層ですよね、はい、ですごいあの強欲な、まあ、方でして、うん、まあ、その危険度がね非常にマックスでお届けしているっていう感じ、ね、お目目が危険そうですもんね。メーター振り切っちゃってる系サイコパスみたいなまあまあどれぐらいメーターが振り切れているかというと、こう人が苦しんでいる場面とかが大好きで、うんうんうん、まあ、人がまあ死んだりね苦しんじゃってる場面で満面の笑みを一人だけ浮かべているっていう、まさに鬼畜スパダリ満載の若旦那。とんでもないっすね。とんでもないんですよ本当に。魅力ポイントその1、圧倒的筋肉とバキバキの目ってとこでまずちょっとねあのビジュアルの方からね攻めていこうかなって思います。バキバキの目がもうねちょっとスンホといえばみたいなところが、目がね印象的ですよね、はい、まあ、まずその圧倒的筋肉というところで、まあ、先生の描くも男性の肉体美っていうのが本当にそう本当に美しいんですよね。すごい、もう彫刻のようで、もうそのギリシア彫刻のような見ているような、本当に芸術美というものをひしひしと感じさせてくれるので、うん、そのゲットの体格差みたいなのもそういったところで明確に出ているので、まあ、スンホのね鍛え上げられた筋肉っていうのが綺麗にこう映されているっていうのが、はい、ポイントになります。そうですね、カラーだからね、よりね、そうそうそう入ってきますよね。でその筋肉とあと目ですよね、やっぱり私バキバキと表現してしまっていいのかちょっとわからないですけど、ね、目すごい色がもうなんかオレンジみたいな、綺麗ですよね、これ、うん、バキバキだけど綺麗です、うん、バキバキの素敵な目っていうところ、そう、まあ、目が怖いんですよねそう、これに結構あの作中でも目だけ映すシーンとかも結構あって、うん、やっぱり意識してらっしゃるんだろうなっていうところありますね。結構大切に描いてるんだなっていうのがありますね。まあ、その目が本当に特徴的なので、うん、もう攻めのこの顔の圧、バキバキの目による顔の圧みたいなのがすごくてですね、おめごめち褒めてますよこれは、うん、そうでその目力がちょっといっちゃっているってところもなんかいろんな描写で結構それが生きているので、うん、すごいそれが魅力的に感じるなっていうところ で、 そうですね、はい、日本 BL と韓国 BL って、うんうん、何が違う、やっぱり描き方とかも結構違うのかなってって感じですよね、うん、思いますね本当に。なんだろうな、ドラマとかでもね、あのそうそうそう、それだと分かりやすく韓国ドラマ日本ドラマ違うあると思うんですけども、そんな感じでですね魅力がありますよね。そうそうそう、ね、BL にもねいろんな魅力がそれぞれあっていいですよね。やっぱり魅力ポイントその2で、
水母の感情の変化というものにちょっと注目していただきたいというところで、はい、そうですよ。最初水母って、まあ、受けをですねおもちゃ扱いする、そうそうそう、ちょっとね結構乱暴ですよ、ね、そう、これはまあ第一巻だとの印象だと、まあ、結構そのイメージが強いですよね、やっぱりこうあんまりちょっと心がない方なのかな、ちょっとクズなのかなみたいな印象を持つことがあると思うんですけど、そうそうそう、まあ、そのいつしかですねそんな毛にねちょっと本気になっていく、依存していく点点点みたいなね、あの描写がねこうどんどん増えていくんですよね。そうなんですよ。なんかこれもなんか古のねありますよね、王道のなんかすごい懐かしい、本当にそう、そうそうそう、実はみたいなね、そう実は攻めの方が好きになってるみたいな、うん、あの最初矢印がこうね向いてないのにこうどんどん矢印が向いてっちゃってるみたいな、その過程がやっぱり、まあ、こういった作品は見どころですよねっていうところで、本当にまあ彼の場合ね、それが無自覚っていうのが結構、ね、燃えるポイントなんですよ、ね、ちょっと可愛いですよね、もう何ならですね、もはやならなんかもういろいろいろんなちょっと冷酷なことをしちゃってるけど、まあ、結局自分が依存してることに気づいていないっていう無自覚な彼、うん、可愛いですよね、もはやちょっと可愛い、そう、人はもう可愛いの領域に行ってしまうと思いますけど、可愛いって言われたらもう可愛いなんですけども、そこの無自覚さっていうのが本当に最高に燃え、うんなんですよね、思いますよ。最初ねやっぱりナミンの絵に夢中だった、あの手の絵に夢中だったんですが、うん、ナミンの絵だけなくてどんどんこうナミン自身に執着していく、そうなんですよね、過程ですよね、まあ、その無自覚な執着っていうものをあの我々だけにこう見せつけられる感覚っていうんですか、はいはいはい、スンホは無自覚なのに我々の読み手は気づいてしまっているっていう、そう、なんかこのギャップにちょっと読み手はね結構ねゾクゾクするわけですよ。内側は気づいてないんですよ、そうそう、中の人たちは気づいてないんですよ我々は気づいてるぞっていう、なんかこう俯瞰しちゃう感じもあるんですけど、まあそんなことで、まあ、そういう最中、はいはいはい、結構あの愛し合ってる最中、交わり最中ね、そうそうそう、ね、ナミンがこうの目の前にこうナミンが自分がやってるのをこうナミンに書かせるっていうのがまあスンホなんですけども、とんでもねえそうなんですよ、まあ、なんかその書かせているだけかなと思いきや、こう波をこうじっと見つめる瞬間があったりとか、うん、だからその瞬間に執着してるのか波に執着してるのか、あれどっちなんだみたいなね、本当にまあ同じこと言ってますけど、うん、揺さぶりがすごいね楽しい作品になってるので、まあ、本当に、まあ、このスンホの魅力に、ね、気づいてしまうとその感情の変化というのが、ね、結構ね楽しく見えてきますので、うんうん、はい、あ、ナミちゃんポーンもうこれが全てをね物語っちゃう、めっちゃ可愛いペクナミ、私はもう春画を描いておりませんということでナミンちゃん軽く説明いたしますと、はい、赤ん坊の時捨てられていたところを長さんっていうんですか、小屋のお偉いさんに拾われて、うんうん、我が子のように育てられてきたんですね、そういう小屋で、うん、で絵の才能を見出し食い部長を稼ぐために男同士の春画を描いていました。しかしある時を境に絵をやめてお酒ばっかり飲むようになってしまったんですね。あら、でそんな時にユウ・スンホ、スンホさんから屋敷に、まあ、半監禁的にねあのさらわれて監禁状態、半分囚われてしまって春画を描くように脅迫されるんですね。でよく泣いてしまうけど、その大好きなねお師匠さんっているんですね、その小さいね時に育ててもらったお師匠さんのことをバカにされたらもう怒っちゃうよっていうぐらい結構ずぶとい男の子ですね、うん、で好きな食べ物はお菓子ですっていうナミ君の紹介でした。まずポイント一つ目、カリーン、イエーイ、可愛い顔してギャップがたまらん、うん、ギャップっていうのがこんな可愛い顔の男の子が春画を描いてるっていうギャップです。確かにね、間違いない、私の中で結構そこが来てて、こんなに可愛い顔しておとなしそうでね、うん、全然そういうこと知らないよみたいな顔をしてるのに、うんうん、実は幼い頃からもう気づいたら男同士のそういうね、うん、絵を描いてるナミン君何と思ってそこがギャップすぎて可愛いですよね。確かにそうですよね。なんかやっぱそういう子がそういう絵を描いて描きながら興奮しているところとも結構あるんですよ。あのスンホさんとお相手、スンホさんのまあ体の関係のね方たちがたくさんいるんですよ、スンホさんには。でその人たちがまあ行為をしてるのをナミン君は描くんですけど、まあ、描いてる最中にやっぱり顔が赤くなってしまったり、行為中のスンホさんと目が合ってドキドキしちゃったり、まあ、体がね素直に反応しちゃったりしてるナミン君がめちゃくちゃ可愛いです。なんていうの、こんなに可愛い男の子がそういう絵を描いてる時点でもう美味しいポイントじゃないですか。
そこがそういう事実が結構さらっと過ぎていくので、思い返せば結構やばいよねっていう、そうね、見ながら書く結構ありますよ。ナミン君めっちゃ書かされるので、スーホさんとナミンちゃんが行為してるところも書かされるし、スーホさんが違う人と行為してるところも書かされるので、しかももう書かないって決めてるのに書かされるんで、めっちゃ泣きながらやってるですね。そうですね、それがまた可愛いですね。ポイント2つ目いきます。チャラリン、意外と大胆で図太い性格ということで、これさっきもね、あの少しご紹介したんですけど、ナミンくんが本当に慕ってる、まあ、お師匠さんっていう、メガネをかけた、いくつぐらいなんだろうな、結構年上のね、男の方がいるんですけど、お師匠さんの悪口だとか、お師匠さんを、なんて言うんだろうな、危ない目に遭わせられたりしたら、ナミンくんめちゃくちゃ怒るんですよ。でスンホさんって結構周りからも恐れられるぐらい、短気だし、すぐ手出したりするじゃないですか。だからナミン君もね、一見ちょっと弱そうだから抵抗とか反発できないんじゃないかなって思うんですけど、意外にも大胆にスンホさんに立ち向かったり、そういうところが結構強気じゃないですけど、本当にね、心が強い男の子なんですね。だからやられっぱなしじゃないんですよね、ナミン君もナミン君で結構自分の意見をはっきり言ったりだとか、絶対瞬間書かないってめっちゃ歯向かったりとか、それでね、まあ叩かれたりもするんですけどでこんなに泣いてるんですけどまあなんて言うんだろうな、自分の意思がしっかりしてるからこそ、そういったところにもスーホさん惹かれたんじゃないかなっていうふうに思いますね、私は。だから何でも何でも言いなりにならないっていうのがナミンちゃんのいいところかなと思います。普通の人だったらもうスーホさん怖いから、もう普通だったら言うこと聞いて抵抗しないって思うんですけど、ナミンちゃんはね、意外と抵抗したり、スーホさんに強く当たったりね、そういう図太い性格、大胆で図太いところが魅力ですね。そこもギャップなのかな、可愛い顔して結構強い男なんですね、やっぱり簡単に手に入ったら面白くないですもん ね、何事も。特にスンホみたいなタイプの男は絶対に、そう、なんかなかなかこう手の落ちない、そう男の方が、それでメラメラしますもんね、でまたあのメガネ、ちょっと時間決まってくるね昔からそういう絵を描いてたってことは、多分そういう恋愛のね、思考ももしかしたらそっちだったのかなというふうに思うので、いざね、目の前で見せられたら赤面だし、実際に自分でも想像しちゃってるからこそ体が反応してるわけで、ナミン君そういう絵描いて自分の部屋に戻って一人でね、立ち上がったものを収めるみたいなシーンもあるんですよ、だから結構ナミン君もナミン君で少し興奮してるっていうのがめちゃくちゃいいポイントですね、これでもうめっちゃ嫌だみたいな感じだったらもともとかわいそうですけど、確かにちょっと興奮してるからこそ可愛いなって思いますね、じゃあもう一個のポイントいこうかな、はい、泣き顔最高とにかく全てが愛しいということで、ナミンちゃんの泣き顔、ここにもある通り、泣き顔がたくさん出てくるんですけど、もっと泣いてくれって思うぐらい可愛いですね、何なんだろうな、この受けの泣き顔ってなんでこんなに我々の心をつぶるんでしょうか先生のね、描く涙がめちゃくちゃ綺麗で、これやっぱりカラーだからこそ伝わる感じはあると思いますね、泣き顔がね本当に良いじゃないですか、良いですね、で泣き顔以外もいろんな表情を見せてくれますナミンちゃん、嬉しい時は笑って、悲しい時は泣いて母のような道でね、マテジャさん語っていらっしゃいます、辛い時はね落ち込んで我々見守ってきました、ずっとナミンちゃんを、確かにナミンちゃん可愛いんですよ、とにかく私が育てました感がね、そう我がナミンを育てました先生が書き分けがすごくないですか、このスーホさんのド攻めの感じと、ナミンちゃんのめっちゃ可愛い感じ、そう書き分けて、そう書き分けがすごいですよね、レジンコミックさんの連載の方では違う世界線のね2人が見れるんですよ、実はその番外編では貴族のナミンなんですよ、だから身分が変わってるんです、貴族のナミンと庶民のスンホっていう設定で、ミニストーリーみたいのがもう本当に不定期なんですけど連載されてるんですね、そちらの方も注目していただきたい、てな感じで伝えきれたかな、受けの良さ、攻めの良さ、
あのね、言いたいことは頭にいっぱいあるんだけどね、難しいですね。確かに確かに、まあ、とにかくね、かわいいかわいいというお二人なんですけど、うんうん、って感じで、はい、いかがだったでしょうか。4巻もね現在発売中ですので、3月22日発売いたしましたので、ぜひぜひ単行本4巻もご購入ください。揃えてお家で BGM 流してぜひ読んでみてください。じゃあ本日はマテちゃんとレイコがお送りしました。せーの、バイチル、ありがとうございました。